講談社ミステリーランドは、講談社が2003年から2016年にかけて発行していた書籍レーベル。コンセプトは、かつて子供だった、あなたと少年少女のための。講談社文芸図書第3出版部の名物、編集者であった、宇山秀信による企画。ブックデザインは、すべて祖父江誠が手掛けている。シリーズはすべてハードカバーで、箱入りクロス層である。 箱に開いた穴から表紙の一部が見られるデザインになっている。本文は、聖長者名帳を使用している。本体価格は2000円程度。各作品の多くは、ノベルスでも発売されている。山口雅や、ステーションの奥の奥のようにノベルス版では解体されたものもある。作品はすべて書き下ろし、大開廃本として発行されている。児童向けの書籍のため、 字は大きめめで、でルビも振ってああり、ひらががな多めである。当初は3ヶ月ごとに3作ずつ刊行される予定であった。また、想定に使用していた用紙が製造中止になったため、シリーズは2009年7月の第16回廃本以降途絶えていたが、2011年3月に第17回廃本があった。当初は同年夏に第18回廃本がなされる予定であったが、 実際には2016年12月に、オンダリクが表したレーベル完結作となる、7月に流れる花と、8月は冷たい城をもって、第18回配本が行われた。著者、イラスト担当者の順で記述。豪華レーベル完結作、大人も子供も楽しめる、極上のダークファンタジー。今日の、 おすすめ、講談社ブッククラブ第13回約館の200冊、祖父江誠コズフィッシュ店 DNP、大日本印刷株式会社、篠田真由美の2010年4月8日日記、眠り姫とヴァンパイアアビコタ丸、夜のオーラともえ井上正彦。講談社。2017年1月8日閲覧。7月に流れる花、8月は冷たい城、白、田陸。講談社。 2017年1月8日閲覧。AB、鬼神殿デンキの巻とキ神殿デ神の巻を合本し、鬼神殿として観光。短編4編を加え、反巨学研究会として観光。AB、古城駅の奥の奥に開題。僕が探偵だった夏少年、浅見光彦の冒険に開題。AB、7月に流れる花と、8月は冷たい城を合本し、 7月に流れる花、8月は冷たい城として観光。栃木県宇都宮市の私立図書館が主催する文学賞。小学5.6年生が友達に勧めたい本として選ぶ。ありがとうございます。